どうも。どうも。皆さん、こんにちは。みんな、こんな挨拶だっけ、俺って。今回はですね、プロセカのイベントストーリーをね、ちょっとみんなと一緒に読んでいこうかな、なんて思ってるんですけど、なんとですね、こちら、レインボーキャンバス、スキップ済みって書いてないと思うんですけど、要するに、読んだんですよ。動画で、これ、全部。読んだんですけど、なんとですね、録画が途中までしかできてなくて、没動画になりました。今笑ってるけど、めちゃめちゃ悔しいよ、俺。めちゃめちゃ悲しいの。本当にね、なんつうんだろうね、配信者として、一番嫌なことって、ガチャでいいの出ないとか、なんかプレイングで失敗しちゃった動画が出ちゃったとかさ、いろいろあると思うんだけど、もう一番動画配信者として嫌なのはね、映像になんか問題があった時なんだよね。ガチャとかは仕方ないじゃん、なんか運だから。でもさ、映像はどうしようもできないから、本当に やめてほしい。ということで今回、レインボーキャンパス、キャンバスか、読んでめちゃくちゃ面白かったんですよ。あと俺のね、副音声もね、なかなかいい感じの面白かったんですけど、なんと録画できてないということで。いやー、これ悔しいなー。内容めちゃめちゃ良かったんだよ。この中に出てくる M ちゃんとほなみちゃんがめちゃめちゃ可愛かってくて、好きになったんですけど、じゃあ本日はこちら。願いはいつか朝を越えて。エナナンの、メインのストーリーかな。エナナンがまあ表紙だから、多分エナナンが主体となってるストーリーだと思うんで、今回読んでいきたいと思います。いや、ちょっと、大丈夫？ 今回収録ちゃんとできてるかな。本当にちょっと画質抑えめでね、申し訳ないんですけど、読んでいきましょうかね。じゃあ行きましょうか。表現したいもの、まあエナナンについては結構わかるんだけど、他のキャラはね、割とわかんないので、俺なので、よろしくお願いします。 行きましょうか。次のストーリーも読むで、ボイスありでいきましょう。いやー、ちょっと楽しいだな、今回の。絵画教室。皆さん、こんにちは。本日もよろしくお願いします。ちょっと見えづらいな、ごめんね。あ、エナナンが、かわいい。 ごめんなさい、ごめんなさい。今回 そういう動画じゃないから。エナナン見てすごくテンション上がる動画じゃないから。見ていきましょうか。ふう。今日はどんな課題出されるんだろう。緊張するな。そうなんだよね。いつもエナナンは雪平先生にいじられてるんですよね。今、いじられてるっていうか、めちゃめちゃこう言われるんですよね。で、エナナンがすごく、心的に、精神的に結構来てるみたいな、いつもの感じのエナナンのストーリーですね。この間、生物画の課題書いたときは、立体感が甘いって言われちゃったし、前よりはマシになってきたとは思うんだけど、まだまだ全然だな。まあ、エナナンうまいけどな、十分。でも、そんなことで落ち込んでられない。なんか、今日のエナナンさ、なんか、テンション低くない？気のせいかな？今日は、前よりもいい絵を描いてみせる。では、皆さんに描いていただく課題をお伝えします。なんか、ちょっと待って、歌舞伎みたいになったな。本日は、イメージ課題です。え、これ、な、これ。ふか。はい、うかですね。うかというテーマを、表現してみてください。ふか。制作時間は6時間。3時間後に一度休憩を取ります。では、始めてください。まあ、2回休憩ってことかな。ふか。ふか。単語で考えたら卵が孵ることだけど、でもだからってそのまま書くわけにもいかないし。まあそうだよね。どう表現するかだもんね。それは自由だもんね、絵ってさ。あー、いつものかわいそうに、かわいそうに。 えな、なんかわいそうに。時間です。では皆さん、講評を始めますので、絵を前に出してください。どうしよう。書けたには書けたけど、なんか見せてほしいよね、エナナンの絵。あ、落ち込んでる。大丈夫かな？もっと自信持って。何？みんなすごい。どれも私には思いつかなかったイメージばっかりだ。
みんなすごいんだね。特に双葉の絵、卵の中で育った世界が殻を破って広がっていく感じ、すごくいいな。どうして私はあんな風にイメージできなかったんだろう。まあ人には人にぬぬけじん。それではそれでは次誰の絵でしょうか。はい、私です。よろしくお願いします。しののめさんですね。では見ていきましょう。いつもいろいろ言われるんですよね、ゆきひら先生に。これは卵から生まれた人間ですか。はい、孵化をして広い世界を見た人間を描きました。なんか珍しいね、人間が卵から帰るっていう。なるほど。この絵で東雲さんは何を表現したかったのですか。自分が見たことのない新しい世界を見た驚きと高揚感を表現しました。なるほど。であればもう少し目線や表情で感情を表現した方がいいですね。しかし東雲さんは本当に新しい世界を見た時の驚きや、高揚感を表現したかったのですか。私にはただ思いついたから描いたようにしか見えませんでした。それは、では次の方行きましょう。なるほどね、確かに思いつきで書いた感は今あったもんね。以上で講評終わります。皆さんお疲れ様でした。なのおじくん、本当に表現したかったのか。か、先生の言う通りだ。あの絵はそれっぽく描いただけで、私自身が表現したいものは込められてない。ちょっとわかんないな、その辺は。絵見してほしい。少しは成長できてるって思ってたけど、やっぱりまだまだだな。えなちゃん、お疲れ様。大丈夫？だいぶ来てると思うよ、エナナ、だいぶ来てると思う、グザグザ。ああ、大丈夫。いつものことだし。まあいつものことだけど心配になるよね、そりゃ、双葉ちゃんも。今日の課題難しかったよね。私もイメージ課題って苦手だから、何書こうかすっごく悩んじゃったな。双葉も？うん。私はどちらかというと、目の前にあるものを描く方が得意だから、いつも先生には独創性が足りないって言われちゃうし、イメージ課題では厳しく言われることが多いから緊張するんだ。今日もまだありきたりだって言われたけど、私が表現したいことは入れられたから、ちょっとだけ前に進めた気がするな。いいね、双葉ちゃんがこう結構ポジティブ思考だから、エナナンが結構ネガティブ思考だから、こういい感じにマッチするんだよね。助け合えるみたいな。前に進めた、そっか、そうだよね。双葉もみんなもきっと私よりもしっかり考えて課題に向き合ってる。私もちゃんと向き合わなきゃ、みんなに追いついていい絵を描くために。意気込みは大事だもんね。雪平先生。お、どうしました？どうしました？この課題持ち帰らせてください。私納得できる絵を絶対に描き上げてみせますから。おー、自主課題ですね。何も言わないんかい。わかりました。それでは次回お待ちしています。はい、ありがとうございます。エナナも本気モード入った、双葉ちゃんのおかげで。エナちゃん、これは成長するよ。
えな、なんかこういうことしてったらね成長しますよ。来ました。なんて読むんだっけこれ。読み方あったんだよ。なんだっけ、ミアイ、ミアイジェジェジェ。あ、え、まふみちゃん。今日は委員会予定より早く終わったな。予想外の展開。委員会早く終わった。どこか寄って勉強するのもいいけど、お母さんを心配させないように早く帰ろう。はい、そうなんですね。あー待って、俺ちなみにまふみちゃんの情報、メインストーリーで、メインストーリーの14なんかな確か。だからほとんどあれがないです、あの情報がないので、結構あれかもしんない、リアクションが新鮮かもしれません。ただいま、お母さん。おお、お母さんは、あれ、お母さん、お母さん、あれ出てこないの。リビングにはいない。え、大丈夫、なんか、え、なんか殺害されたとかじゃないよね、大丈夫だよね。え、そういう展開、プロセカで。今日どこかに行くって話は聞いてなかったけど。え、怖い怖い怖い、何怖。買い物に行ってるだけかもしれないし、部屋で勉強してよ。いや、ちょ、フラグやめて、ちょ、怖い。え、ちょ待って、鳥肌立ってきた。ごめん、ちょっと待って、鳥肌立ってきた。大丈夫だよね。あ、暗いな、部屋が。綺麗な部屋、エナナの部屋にちょっと似てるよね。何、え、え、何、うん、どうしてパソコン触ってる。お母さん、何してるの。あら真冬、おかえりなさい。今日は早かったのね。うん、委員会早く終わったんだ、だから家で勉強しようと思って。そうだったのね。じゃあ頑張り屋さんな真冬のために、今日は美味しいご飯を作らなきゃね。うん、ありがとう。それでお母さんは何をしてたの。お母さんね、アマゾンで12万円分の人参買ってたんだよ、まふちゃん。ああ、勝手にパソコン借りちゃってごめんなさいね。ちょっと調べ物をしていたのよ。調べ物。ええ、でももう終わったから大丈夫よ。真冬、貸してくれてありがとう。うん、貸してくれてありがとうっていうより、勝手に使われたが正しいと思うけどね。勝手に使っちゃってごめんじゃないの。それじゃあ勉強頑張ってね。うん、大丈夫かな、何調べてたんだろう。でも分かるんじゃないかな、履歴見たら。あ、次来たね、エナナのお部屋。あ、ちょっと似てるよね、なんか逆さにしたみたいな。行きましょう。ふか、ふかか。いや、やっぱエナナかわいいな。ごめんなさい。東雲さんは本当に新しい世界を見た時の驚きや、高越感を表現したかったのですか。あんまり見ない表情。私がこのテーマで表現したいこと、今度こそちゃんとイメージしなきゃ。そうだね、なんかスマホブーってなっちゃった。何かが生まれる、花開く、成長する。そうだ、画家としてもっと成長したい、自分の殻を破りたいって気持ちを乗せてみるのはいいかも。エナナンすごいな、その発想すごいな、そこによく行き着くな。孵化する自分を描いてみよう。おお、見てみたいな、自分の絵描いてんの。頑張れ、頑張ってエナナン。悪くないかも、これで描いていこう。今だいぶ描いた数めちゃめちゃ少なかったと思うけど、田んぼの田ぐらいしか多分描いてないんじゃない今の。今の鉛筆の音だったら。頑張れ。ラフはこんな感じかな。どんな感じ。この前描いたやつより悪くはないかな。今回はテーマ性もしっかり入れたし、でも
なんでだろう。この絵に描かれている自分が自分じゃないみたいに感じる。私自身、画家になりたいとは思ってるし、これは自分が表現したいもののはずなのに。え、待って。え、地震を、ちょっと待って、すいません、すいません、すいません。え、地震来ました、すいません。OK、多分大丈夫。私自身、画家になりたいとは思ってるし、これは自分が表現したいもののはずなのに。構図がおかしいのかな。どこかバースが狂ってるとか。でも、違和感があるのは私の姿だけだ。腕も足もバランスが崩れてるわけじゃない。インパクトが足りないとか。もしかしたら私が自分のことを信じきれてないのかな。絵の基礎もできてなくて、毎回酷評されてる私が画家として負荷なんてできるのかって感じてるのかも。ああ、気持ち的な問題か。まあ絵なら結構後ろのめりになっちゃう、なんていうんだろう、ネガティブ思考になっちゃうことが多いからね。ダメだ。ああ、ダメだってなっちゃうんだよね。俺もね、昔そうだったんだけど、最近はちょっとポジティブすぎて良くない、嫌われるかもしんないっていう感じになっています。なるべく気をつけてますっていう。俺の情報いらないね。このまま描いたらまた中途半端なものになる。何か別のモチーフにした方がいいのかな。みんなもう作業してる？デモができたから世界に来てほしい。お、かなでちゃんから来たね。あ、もうそんな時間？まだ納得できるものが描けてないのに。まあ相談もらうっていうのも一つの手だと思うんだよね。とりあえず世界に行こう。もしかしたらみんなと話してるうちにもっといいアイディアが思い浮かぶかもしれないし。そうだね。一旦みんなに会ってみて、多分気持ちが晴れると思うのよ。だからその時に書くのがいいかもしれないね。さあ来た。誰もいない世界。お、いや、エナナのこの演技力。みんなお待たせ。って、あれ？何？え？え、なんか、え？なんかえ？どうしたの？どうしたの？レン君もいる。どうしたの？もしかして、またなんかあった？真冬がお母さんにパソコン見られてたんだって。ちょっと待って。だからみんな落ち込んでんのかな？その後が気になるよね。でもパスワードとかはまさか設定してなかったの？いや、だからパスワードは多分お母さんがもう知ってるんだよね。真冬はこのパスワード使うだろうなっていうのたまたま会ってたみたいな感じじゃないの？知ってたけどお母さんには教えてた。なるほど、そういうことか。何もなければ勝手に見ることはしないって言われてたから、実際に今までも見られたことはなかった。え、それ良くないよね、お母さん。でも今日は帰ってきたらお母さんがパソコンを開いてて。そうだよね。どうしてそんなことしてたんだろう。やっぱ人参かな。お母さんは調べ物のために使ったって言ってたけど。でもただの調べ物ならスマホでもできるじゃん。なのにわざわざ真冬のパソコンを使うわけ？あ、確かに確かにな。 DSL も検索できるしな。スマホでもできるし、パソコン使う意味っていうのがね、あんまよくわかんないよね。もしかしたら調べてたのは真冬が何をしてたのかじゃないかな。俺もそれ思いついた。みずきちゃんと同じだ。俺みずきちゃんかもしんない。え、ほら、前にシンセのことがあったでしょ。それでもしかしたらの話なんだけど、真冬のお母さんは真冬が何か
自分が知らないことをやってるって思って、こっそり見てみようって思ったんじゃない？あー、まあ本当かわかんないけど、水木ちゃんの考察はこういうことか。でも勝手にもう見ないからねって言って見てるのはちょっと良くないよね。しかも謝りもしないから、それはちょっと都合が良すぎるよね。それで勝手にパソコン見てたってこと？信じられない。確かにこれはちょっと良くないよね。まふゆちゃん、あー、レン君も心配しちゃってるな。可愛い服着てんな。ねえ、まふゆ、その後何か言われたりしてないの？ナイトコードとか曲のデータは見つからないように隠してあったから、多分みんなのことは気づかれてないと思う。俺ちょっとよくわかんないんだけどさ、これバレちゃったダメなのかな？そっか、見つかってないならよかった。ちょっとその辺ごめんなさい、あの無知でごめんなさい。でもまた勝手に見られるかもしれないんだよね。そうだよね、なんだったら今までも見られてた可能性もあるんだよね。あ、それならパスワードを変えるのはどう？確かに。でもダメなんだろうな、なんか事情で急にパスワードを変えたら変に思われるかもしれない。いや、いいんじゃないかなと思うんだけどな。いや、たまたまだよって言ったら、っていうか見るなって言えばいいじゃん。親だからって勝手にパソコン見るのは絶対ないでしょ。そうかもしれないけど。何？真冬ちゃん何か知ってんのかな、あの心当たりがあるとか。でもお母さんは私のことが心配だから見ただけで、まあ何やってるかなみたいな、変なことしてないかなとか、そういうの確認のためなんだろうけど、でも見ないって言って見ちゃったのは良くないよね。心配してるからって勝手に見ていいってことにはならないでしょ。そうだよね、エラナの言う通りだ。あんただって嫌だって思ってるんでしょ。こういう時こそはっきり言うべきじゃないの？私は真冬、言いづらいかもしれないけど、本当に嫌なことははっきり言った方がいいと思うよ。はっきり言うのって難しいことなんだけどさ。エナなんだけちょっと悲しんでないな。曲、何？え？新曲のデモ聞きたい。あ、多分切り替えようとしてるんだ、まひよちゃんは一旦ね。ちょっと話はまだ終わってないでしょ。エナなん結構つかかってくるな。まあ確かに終わってないっちゃ終わってないですね。エナ。分かったってば。ああ、微妙な感じになっちゃったな。流すね。このなんていうの、この雰囲気で流しても大丈夫かな。その盛り上がれるかな。うん。この雰囲気結構やばいと思うけど。えなな、ちょっと怒っちゃってるし。言えないことがあるのはわかるよ。わかる。けど真冬は嫌だって気持ちを抑え込んで苦しんでるみたいに見える。確かに実際そうなのかもしれないし、ちょっと違う理由があるのかもしれないし。だったらはっきり言った方がいいんじゃないの？なんか事情があるんだろうな。言いたいことを言えないまま親に従って、そんなんじゃずっと苦しむことになるんじゃないの？あ、来た、翌日。また言われちゃった、雪平先生に。あれからいろいろ考えたけど、やっぱりいいアイディアは浮かんでこないな。あー、なかなかね、難しいよねその辺って。でもなんかちょっとためになることはあったんじゃないの、真冬ちゃんの件とかで。本当は画家として殻を破る自分をイメージできるのが一番いいんだろうけど、
このまま考えててもダメなのかも。もう一度表現したいことから考え直してみよう。って、あれ、あそこにいるのってなんだ。あ、真冬ちゃんね。前回もいたよね。真冬、こんなところでどうしたの？エナ、まあ、ずっと悲しんでるな。少し気持ち悪くなって休んでた。大丈夫かな、まゆちゃん。結構心配なんだけど。大丈夫なの？大丈夫だと思う。熱はないし、予備校の講義は受けられたから。受けられたかもしれんけど、でも多分頭に入ってないんじゃないかな。熱はないって、でも具合悪いんでしょ？大丈夫。いや、そうだよね。真冬ちゃんって結構あれなんかな、めちゃくちゃ隠すのタイプなんかもしれんな。ただ胸の奥が冷たくて。何？ガリガリ君食べ過ぎた？すいませんすいません。え、どういうこと？あ、雨降ってきた。雨、最悪。今日降るって言ってなかったじゃん。真冬、あんたも早く帰りなさいよ。うん、もう少しだけ休んだら。え、でも。あー、いっぱい降ってきてる。ああ、もう。エナナと真冬ちゃんは結構合わないタイプかもしれないね。エナナは結構言いたいことガツガツ言うタイプか。どっちでもないな。くよくよしてるの見てたら結構こう、なんつうんだろうね、カツ入れたくなるタイプだよね、エナなんて。でも自分は結構なんつうんだろう、精神的に結構ダメージ負いやすいタイプみたいな。なんか人間味があっていいよね。真冬、ついてきて。え？エナなんの家？早く、濡れちゃうでしょ。これで風邪ひかれたらなんか気分悪いじゃない。そうだよ、そうね。ほら早く。おお、すごい。まゆちゃん頑張って、頑張って。お、第3話ですね。お、リビング、久々見たの、リビング。ただいま。おかえり。エナ、おかえりなさい。あら、突然すみません。宮益坂女子学園2年の朝比奈真冬です。さっき近くで会ったんだけど、雨が降ってきたからちょっと雨宿りさせてあげようと思って。エナランの方が風邪ひきそうだけどね、その格好だと。あら、エナがアイリちゃん以外のお友達を。お母さんめっちゃ渋いな、声。ちょっと、何その言い方。普通にアイリ以外の友達はいるから。ふふ、そうね、マフィちゃんいらっしゃい。何のお金もできないけど、どうぞ上がって、上がってちょうだい。はい、ありがとうございます。お邪魔します。人前では明るいんだよね、マフィちゃんってね。特に初対面とか。真冬ちゃん、大丈夫かな。そうだよね、心配だよね。レン君めっちゃ暗いとこにいる、誰もいない世界。真冬ちゃん、この前来た時すごく苦しそうだったな。レン、真冬のこと心配してるの？いや、心配するよ。あんだけねえ、苦しんで落ち込んでたんだから、うん。真冬ちゃんは大丈夫って言ってたけど、やっぱり気になっちゃうんだ。この前お母さんのことで苦しんでたし。心配だね。うん、
僕が心配しても真冬ちゃんが苦しくなくなるわけじゃないと思うんだけど、大丈夫かな。気になるのなら見に行ってあげてもいいんじゃないかな。え？何もしなくてもそばにいるだけで心が温かくなったりするから。確かにそれはある。やっぱりね、人と話してるだけでとか横にいてくれるだけでやっぱりなんか安心するっていうのがあるからね。レンがいてくれることで真冬も少し楽になるかもしれない。ミクちゃんも冴えてるね。ありがとう、そういうこと言ってくれて。そうなのかな。うん、やってみよう、やってみよう。レン君頑張って。人見知りとかじゃないよね。そう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 。じゃあ僕真冬ちゃんのところに行ってくる。何にもできないかもしれないけど。それでもいいの。横にいてくれるだけで嬉しいからね。うん、いいと思う。真冬をよろしくね。うん。あー、この、どうなっていくんだろうこのストーリー。真冬ちゃんも結構何か隠し持ってるし、エナナもなんつうんだろうね、あのフカのアイデアがなかなか浮かばないで、なんかなんつうんだろう、メインが2つあるよ感じ。わかります？言ってること。だから同時進行みたいな、どっちも解き明かされていくよみたいな感じのストーリーだから、ちょっと面白いね、今までと違って。どんな表情？エナナ何とも言えない表情。まさかあんたを連れてくることになるとはね。確かに。帰ったら課題のこと考えようと思ってたのに。こういう時に浮かぶの。こういう時に浮かぶんですよ課題。そう、絵の課題ちょっと難しくて悩んでるんだよね。だからニーゴの作業までにアイディアだけでもまとめようって思ってたんだけど。そう、じゃあ帰る。帰んないで。マフちゃん帰んないで。は？私がいたら課題ができないんでしょ。それはそうだけど、別にいいってば。ここまで連れてきた時点で仕方ないって思ってるし。それはエナランどうなの？ねえ、そりゃそうだけど言って言っちゃったの、よくないんじゃないの？正直に言っちゃうタイプだな、エナラン。っていうか、あんただって帰りたくないんでしょ？あ、実はね。どうな、じゃ、わかんないな。ちょっと、なんとか言いなさいよ。責められてる真冬ちゃん。相変わらず何にも言わないんだから。悩んでるのも多分親のことなんだろうけど。そうだね、ずっと思ってるからね。真冬ちゃん、レン君。うん、頑張ったね、レン君。勇気出して。レン、どうしたの？何かあった？この前真冬ちゃんが苦しそうだったから大丈夫かなって。でも、まあ、エナナがいてくれるっていうことだもんね、レン君の相談。この前よりは苦しくなさそう。あ、まあ、確かにもっと苦しそうだったもんね。前よりは大丈夫。そうだよね、なんか真顔がちょっと増えてるから。よかった。それならいいけど、まあせっかくだしもう少し休んでけば。雨も強くなってるし。あれかな、やっぱり二人っていうか人が横にいてくれるだけでちょっとマシになってるみたいな感じなんかな。ありがとう。でも。でも何？帰らないと。なんで？は？だからどうしてそうなるわけ？家に帰りたくないんじゃないの？なんか違う、何なんだろうね、理由がわかんないな。
帰りたくないというか。帰りたくない、帰らないといけないけど帰りたくない。え？家に帰ろうとすると少し冷たい感じがして苦しい。あ、なんか言ってたもんね、エナなんと幽霊の時会った時に少し冷たいって。これが分かんないんだよな。それってこの前みたいなことがあるから？それは言えないんだ。もうそういうことも親にはっきり言えばいいじゃない。そんなこと言ったら余計に心配させる。もしに行けなかった時も門限を破った時もすごく心配をかけたから。その気持ちは分からなくもないけど、あんたはそれで納得できるの？私は。お手洗い借りるね。まふみちゃん、ちょっと一旦落ち着こうと思って トイレに行くんだね。トイレじゃない、お手洗いね。まふみちゃんトイレしないよね。えなちゃん怒ってる？怒ってるっていうか心配の怒りだと思うんだよね、えなも多分。別に怒ってないけど、なんでもっと自分の思ってること言わないんだろうっていうのは思うかな。あ、やっぱそうだよね。真冬を見てると言いたいのに黙らせられてるって感じがするから。なんかエナなんのさ、この負荷のあれとも関わってくるんだろうね、こういうのって。こう自分に自信が持ててないのかもしれないみたいなこと言ってたから、これとちょっと被るとこがあるよね。うん、エナちゃんは強いね。いや、強くない部分が結構あるんですよね、精神面で。え？僕だったら思ってることそのまま言うの怖いなって。お父さんやお母さんみたいな大事な人に否定されたらすごく苦しいかな。俺もなんかね、はっきり言っちゃいタイプではあるんだよね、エナなんと同じで。否定されたら。お前に画家になれるほどの才能はない。お父さん、エナなんの。それは少しわかるかも。そうだね、画家になりたいって思って絵を描き続けてきたのに分かってもらえなくて否定されて、あの頃はどうしようもなく辛かったな。親と顔を合わせるのも嫌で、家の中でも自分の部屋にしか居場所がないように思えて、もしかしたら真冬にとってのお母さんもそんな感じなのかな。だから否定されたら嫌だって思って言うこと聞いちゃうのかな。ただいま。あ、でもどうなんだろう、ちょっとはマシになってそうだね。あ、まふゆちゃん、おかえりなさい。ねえまふゆ。何？何？門限？お母さんだ。だよね。なんで帰ってこないのって。え？あ、変わった表情が。もしもし、お母さん。今日は友達の家で勉強してて、うん。お互いに小テストが近かったから、連絡してなくてごめんね。本当に何なの、親の顔色ばっかり伺って。そうだね。あんたはそれでいいの？勉強ばっかりさせられて、好きなことは諦めさせられて、パソコンまで勝手に見られて。でね、勝手にクレジットカード人参15万円分買わされて。こんなんじゃますます言いなりになって逃げ出せなくなるじゃない。まあね、この辺も分かってくるんだろうね。そしたらあんたは
あんた自身は。え、何時に帰れるか。なんて答えるんだろう。今日中に帰るとか言うのかな。泊まっていくって。ちょっと貸して。ちょっと面白いなここ。はじめまして。いきなりすみません。真冬さんと仲良くさせてもらってる東雲えなと申します。ここでどうする。あの真冬ちゃん今日返さないけだみたいな、そのままのテンションで言ったらちょっと怖かったけど、そこはねちゃんと常識がある。えなのは東雲さん。あら、はじめまして。真冬と同じクラスの子かしら。いえ、私は別の高校なんですけど、真冬さんと勉強していたらちょっと遅くなっちゃって。あら、そうなのね。いつも真冬と仲良くしてくれてありがとう。でも真冬とはどういうつながりのお友達なのかしら。ネットでつながったって言ったらダメなのかな。え、それはもしかして、あ、え、バレてる。え、バレてる。真冬と一緒に音楽をしてる子。もしかして真冬音楽やってること話してないの。うん、お母さんは私に勉強してほしいって思ってるから。それで昔部屋に置いてたシンセを捨てられそうになったの。あー、そういうことか。勉強に集中してほしいか、他のことはやんなみたいな。ねえ真冬、その後何か言われたりしてないの。うん、ナイトコードとか曲のデータは見つからないように隠してあったから、多分みんなのことは気づかれてないと思う。そっか、見つかってないならよかった。え、バレた。なんでバレたんだ。感づいたってことかな。真冬の話からすると、ニーゴのことは親には言ってないはず。もしかしてパソコンの時と同じで探りを入れてるのかも。探り？それなら。何探りって。音楽ですか。何のことかちょっとわからないんですけど。しらばっくれたエナナ。あら、音楽を教えてくれるお友達がいるって聞いていたから、私からもお礼をしたいと思っていたんだけど。え、お礼をしたい。あれ、お礼をしたい。それってあなたのことじゃなかったのかしら。いえ、私じゃないと思います。そうなのね。早とちりしちゃったわ、ごめんなさい。それならどういうお友達なの。なんて答えるんだろうこれ。エナ、いいからあんたは黙ってて。聞こえてないこれ。私は真冬さんとは絵がきっかけで知り合ったんです。え、でもさ、真冬ちゃんって絵やってる。絵描いてる。え、どういうことかしら。あいつの名前を使うのはムカつくけど、実は私の父の個展に真冬さんが来てくれたことがあって、そこから仲良くなったんですよ。あいつって信憑性ますね。でも固定。ええ、東雲新栄って言うんですけど、ご存知ですか。え、それって渋谷美術館で古典でいいのかなをやっていた時のあの東雲先生かしら。はい、
別の個展の時に手伝いをしていたら、偶然真冬さんが通りかかって。うまいな、エラナ。父の絵を気に入ってくれて、同い年ってこともあって意気投合したんです。まあそうだったのね。あの東雲先生がのお嬢さんが真冬とお友達になっていたなんて。私も真冬さんにはお世話になってます。今日も勉強を教えてもらっちゃいましたし。すごいな、嘘つくの。ああ、それで一応真冬さんのお母さんにもお願いがあるんですけど。お願い、何かしら。今日は泊まっていきますみたいな感じかな。真冬さんに絵のモデルになってもらえないかと思いまして。え、どういうことだ。新しいぞ、なんか絵のモデル。はい、父の影響ではないんですけど、私も絵を描いていまして、今回出された絵の課題が真冬さんにぴったりなんです。だからぜひモデルを頼みたいんですけど。ああ、なるほど。まあ素敵じゃない、あの東雲先生のお嬢さんに描いてもらえるなんて。真冬はとても恵まれているわね。ありがとうございます。それで課題を今日中に仕上げなきゃいけないので、今夜真冬さんをうちに泊めさせてもらいたいなって。うまくね、エナナ話が。今夜、まあ急ね。あ、ちょっと感づかれた、大丈夫。真冬は今受験勉強で忙しいから、できれば夜は集中、夜は勉強に集中してほしいんだけど。けれど一日ならリフレッシュも兼ねて、お友達の家にお泊まりするのもいいかもしれないわね。東雲さん、真冬のことよろしくね。はい、ありがとうございます。うまいこといけたかな。それじゃあ真冬に代わってもらえるかしら。わかりました。真冬、お母さんが呼んでるよ。この動揺し方すごくない、声優さんの。お母さん、急にごめんね。うん、わかった、迷惑かけないようにするよ。それに勉強も今日の分はちゃんと進めておくから。お、これ安心するね。今日の分もちゃって勉強もやるよって言ってるから。うん、ありがとう。じゃあまた明日、おやすみなさい。いいね、あ、ちゃんとおやすみなさいとかも言うんだ。いいね、俺言わないわそういうのね。みんな言ってる？おやすみなさいとか知らない人に。はあ、疲れた。あれみたい、あの配信者のさ、ライブ終わった後みたいな。そんな感じに見えるな。えな、これで帰らなくてもいいでしょ。ありがとう。このエナナの言い方好きだわ。あ、いいね。でも絵のモデルって。そうか、思いついたんだ、ここでエナナンが殻を破りたくてみたいな。あ、そういうことか。そこで真冬ちゃんをのモデルにしてやるんだ。で、真冬ちゃんの、心も解決できたら最高だなみたいな。ああ、あれはとっさに出た嘘っていうか。あ、エナナン特にそういう意識したわけじゃないのか。まあ本気でやらせようなんて思ってないから安心して。そう、分かった。けど今日は課題できなそうだな。真冬のこともあるし、しょうがないんだけど、時間見てアイデアだけでも出しておこうかな。今ので良かったんじゃないかなと思うんだけどな。じゃあうちのお母さんにも事情を説明してこよっかな。晩ご飯の準備もあるだろうし。私も行く。止めてもらうなら改めて挨拶しないと。真冬ちゃんあれだね、めちゃめちゃ礼儀正しいね。そう、別に気にしなくてもいいけど。じゃあ一緒に行こっか。母親思いというか、いろいろいいとこあるね。おー、こんな感じか。
いいストーリーしてんな。めっちゃいいストーリーしてんな。じゃあ、今回どうしようかな。このストーリー、この1話読んだら一旦ちょっと動画区切ろうかな。パジャマはこれ使って。普段使ってないやつだから比較的綺麗だし。ありがとう。ヘナ、そろそろ夕飯よ。はーい、行くよ真冬。いっぱいモリモリ食べちゃって真冬ちゃん、モリモリ皿ごと食べちゃってもそれは良くないんだ。しのぬけリビング。アキトくんっているよね。あれいる、いる。あれアキトくんって。お母さん今日のご飯って何。ただいま。ああ今ちょっと待って、アキトくんが消されたかと思ったらいるじゃん。全然結構夜遅く帰ってくるね。あ、アキトおかえり。ゲゲ何ゲ、よくないよ。人なんか違う人がいるからって。ゲはおかえりって言ってんのに何その態度。っていうかなんか目泳いでるし怪しくない。おもろいなこの会話。あ、手に持ってるのってもしかして駅前に新しくできたパンケーキ屋さんの。ああなるほど、そういうことか。そういうことか。めんどくせえのに見つかったな。でもさ、アキト君もわかるんじゃないの。エナなんかもう帰ってきてるとかさ、それでリビングに行ってゲーってどういうこと。あれなんかな、ちょっと天然なところもあるのかな、ちょっとわかんないけどね。ねえ、ちゃんと私の分も買ってきてるよね。なんて言うんだろう。買ってきてるわけねえだろ。なんで俺が毎回お前の分も買わなきゃならねえんだよ。いや、イケボ。マジイケボじゃん。はあ？家に同じものが好きな人間がいるって分かってるんだから、そこは気を使うべきでしょ。いいなあこの兄弟喧嘩。あ、でも今日食べるのなら真冬の分もないとダメか。あ、気づかなかったんだアキトくん、集中しすぎて。アキトくんだったかな。どうも。すみません。変なところを見せてしまって。急に雰囲気変わったね。やっぱり初対面の方だとね、初対面なんかな、多分そうだと思うんだけど、やっぱりさ、こういいとこいいとこっていうか、ちゃんと礼儀正しくなるよね。いえ、私も急にごめんなさい。今日はいろいろあって泊まらせてもらうことになったんです。ああ、そうだったんですか。狭い家ですけど、ゆっくりくつろいで行ってください。まったく、二人して外面だけはいいんだから。そうだね、めちゃめちゃこう、まあでも、まあ基本みんなそうだと思うけどな。ほら、ご飯冷めちゃうわよ。みんな座って。幼稚園。はい。ああ笑顔だ、いいね。まふゆちゃんも笑顔になって、あ、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、いいよ。さあまふゆちゃんもいっぱい食べてちょうだいね。いっぱいって書いてないな、食べてちょうだいね。ありがとうございます。でもすみません、突然泊まることになってしまった上に晩ご飯までいただいて。で今日の料理の、料金は15,000円ですね。お願いみたいなこと言わなかったら多分大丈夫だと思う。やばい、印象が悪くなっちゃうねそれ。そんな人じゃないよ絶対。別にそんなこと気にしなくていいってば。真冬ちゃん一生多分ね、エナなんで家来なくなると思う。あ、今日ハンバーグいいじゃん、美味しそう。エナなんで作ったハンバーグも食べてみたいな。ってお母さん、人参のグラスいらないってば。え、人参ここで出てきたんだけどね。何グラスってよくわかんないけど、人参の、あ、そうか、エナな人参嫌い。そうや、嫌いだったな人参。そうや、そうじゃん、エナな人参嫌いじゃん。まあわがまま言わないで食べなさい。でも真冬ちゃんはエナの言う通り遠慮なんかしなくていいからね。それより
苦手なものとかなかったかしら。はい、どれもとっても美味しそうです。本当に？あ、じゃあこのグラスで食べない？おい、これはちょっと怒るんじゃない？お母さん、嫌いなものを押し付けられたら朝比奈さんも迷惑じゃないかな。嫌いな人が食べるよりも好きな人が食べる方がいいでしょ。まあまあまあ、言ってることはわかるけどね。でもまあ、それは自分が嫌いなものだからただ単にあげてるだけなんだけど。なんかこの日常感あっていいな、このリアルなやつ。これくらい好き嫌いしないで食えって言ってんだよ。朝比奈さんも断っていいですからね。おもろ。ありがとう。うわ、何それ、自分だって嫌いなものは食べないくせに。めちゃめちゃおもろいな。あ、もしかして食べたかった？それじゃあ私の食べていいからね。じゃ、やめろって。やめろって。好き嫌いしないで食べなさいね。うわ、悪魔だ、悪魔だ。なんだ、角生えてるよ多分。耳に角生えてるよ。だから自分で食えって言ってるだろ。二人ともいい加減しなさい。ハンバーグが詰めちゃうよ。はい、いいね。あ、このシーンめっちゃ好きだわ。俺めっちゃ好き、この。いただきます。あ、食器の音が。まふえちゃんも遠慮せず好きなだけ食べてちょうだいね。ありがとうございます。ハンバーグとっても美味しいですね。美味しいって、味もわかんないくせに。うちの親相手に優等生ぶらなくていいのに。味もわかんない。え、まふえちゃんってさ、味覚があれなの？そういえばハンバーグって久々だな。そうなの？そりゃせっかくエナのお友達が来たんだもの、どうせなら喜んでもらいたいじゃない。張り切って作っちゃった。突然お邪魔してしまったのにありがとうございます。ハンバーグは好きなので嬉しいです。ふふ、よかったわ。そういえばお二人とも学校は違うみたいだけど、どんなお友達なの？まあ気になるよね、そういうところって。確か音楽サークルで一緒に曲作ってるとかじゃなかったですっけ。あきとくんは知ってて、でもエナナのお母さんだったら別に言っていいんじゃないかな。そうだけど、それよそでは黙っててよね。真冬の親ちょっとうるさいから。ちょっとうるさいから。あら、そんなの、曲を作ってるなんてとても素敵じゃない。キャラ変わった？その勉強をしなければいけないので。ああ、もうちょっとしたら受験生だもんね。確かにお母さんの気持ちもわかるわ。いいね。でも息抜きくらいはいいんじゃない？なんて言ったらまふちゃんのお母さんに怒られちゃうかしら。へへ。ま、エナはやりたいことやっててもいつもイライラしてるから心配だけどね。でもお母さんも優しいね。こうやって心配っていう、やっぱりお母さんだから心配してくれてる。もうそれだけでもありがたいんだけどね、本当に。心配、やっぱりそうなんだ。でも私が言ったところであの子の意思は変わらないし、エナにはエナの人生があるから好きにやるのが一番よ。これまふえちゃんに響かないかな、この言葉。え、好きにやるのが一番。でも、ううん、いいのよ。お母さんも真冬が本当にやりたいことなら応援するつもりよ。あ、これ知ってるわ、このストーリー。心配だからつい口うるさくなっちゃうけれど、これは真冬の人生なもの。あ、でも同じこと言ってたんだ。そう、そう考えると、だから真冬がしたいようにしていいわ。でもシンセサイザー捨てられたんだよね。捨てられそうになったんだよね。そこがちょっとわかんないよね。
なんだかお母さんとは違う。どうして？まあ人には人に人の乳酸菌だからね、全然違うもの。人は人なり、ま、私は誰が何て言っても好きにやらせてもらうつもりだから。まあそれが一番だよな。やっぱやりたいことをさ、制限されるのって良くないからね。はいはい、分かってるわよ。でも少しくらいは勉強しなさいね。まあ絵が勉強ではあるっちゃあるからね。そうそう、朝比奈さんを見習ってな。ほら、アキト君がもう突っかかってくる。エナナのことになったらもううるさい。っていうか、アキトだって赤点ギリギリなんだから人のこと言えないでしょ。あ、そうなんだ。いいね。赤点は回避してんだからいいだろう。こっちはお前と違ってテスト前にチームの連中と勉強してるからな。なに、めっちゃ難しいとこでも行ってんの学校。ギリギリってことは本当は平均点を目指してほしいんだけど。あー、やばいやばい、お母さんから追い打ちかけてきた。まあ練習が早く終わる日があったら。やばい、アキト君が責められてる。いいね、やっぱこういう日常会話好きだわ。やっぱり。何？なんだか私の家と違う。そうだね、まあ家庭によって全然変わるからね。厳しい家もあれば全然自由にやってほしいっていう家もあるし。私の家でも夕飯の時は家族で話すし、うちの方が喧嘩もあんまりしないし穏やかなのに、エナの家は喧嘩してても冷たい感じがしない。あー、確かにみんながやっぱ優しい心を持ってるからなんだろうね。すごく、こう愛情をこうね、あれですね。まふちゃんごめんなさいね、せっかく遊びに来てくれたのにこんな話聞かせちゃって。あ、いえ大丈夫です。私も家ではよく受験勉強の話をするので。そうなの、えらいわね。もしよければエナたちにも教えてもらえないかしら。え、もちろんいいですよ。エナもアキト君も私でよければいつでも教えるから言ってね。ああ、ありがとうございます。多分これ教えてもらわないね。私はいい、真冬から教わるなんて絶対に嫌だし。朝比奈さんだってお前に教えるのは苦労するから嫌だろうよ。あ、あんたと一緒にしないでくれる？私は勉強すればできるんだから。ほら、できない人が言う言葉がこれ。かわいい。ほら、アキト大好きな人参食べてないじゃん。まだこっちにあるからあげるね。だからいらねえっつってんだろうが。なんだろう、ここにいると胸が軽くなる。真冬ちゃんの家庭はなんか、なんつうんだろう、ちょっと冷たい。え、ちょっと難しいな、ちょっと難しいわ。私の家と変わらないはずなのに何か違う。喧嘩をしない、喧嘩するほど仲がいいって言ったりするじゃん。そういうところから来てんのかな。でも何が違うんだろう。あー、いや結構ちょっと今回のストーリー難しいな。あ、とりあえず今回、こんな感じで終わろうかな一旦ね。次回本じゃあこの続き読んでいこうかなと思います。東雲家リビングということで、いや面白かった。いやもうすでに面白いんだけど、こっからねまたね、真冬ちゃんとか、エナナの絵がこう上達していくということで、皆さん15万円の人参俺に着払いで押し付けないでください。お願いします。